市場の入り口フレンチマーケットは、アメリカ合衆国ルイジアナ州ニューオーリンズのフレンチクォーターの中に位置する市場を含む一角。その歴史は1791年まで遡り、アメリカで最も古い市場として知られている。市場には、生鮮食料品から、土産物、骨董品に至るまで様々な商品が並ぶ。フレンチクォーターの南東、ミシシッピ川、 エスプラネードアベニュー寄りの一角に位置している。北東側はニューオーリンズ造幣局、北西側はリケーターストリートと接している。市場の建物の内部フレンチマーケットの歴史はニューオーリンズがスペインの植民地だった1791年にまで遡る。この頃始まった農作物市場がその起源である。当時はネイティブアメリカンたちの商業の場として機能していた。 1811年には、今日コーヒーショップのカフェリューモンドがある場所に、市によって初めての市場の建物が建設されたが、その翌年にハリケーンによって倒壊してしまった。市はすぐに建物の再建を進め、1813年に完成。この建物には肉屋が出店し、肉市場と呼ばれていた。当時は、ここが、 フレンチクオーター内で唯一生肉が買える場所であった。この建物のジャクソンスクウェア側に1862年、カフェデュモンドが開店。建物は幾度となく改修され、世界恐慌の頃には相当の建て直しも行われた。ものの、現在も未だ建設当時の建物が残っている。1822年になると、肉に続いて野菜市場も開設され、 市場は拡大していった。これらの市場がフレンチマーケットと呼ばれるようになったのは19世紀の半ば頃のこと。もともとスペイン領時代に設立された市場であるにもかかわらず、フランスの名を冠したのは、この地域がフランス系の人々の居住地域であり、マーケットで働く人々の多くがクレオールなどのフランス系だったからである。 南北戦争が終わった1870年、バザー市場の建物が建設され、164コマの店舗スペースが設けられた。この建物は1915年のハリケーンで倒壊したが、1930年に再建された。その後改装され、現在では店舗やブティックとなっている。現在、市場は週7日間、日中に営業している。ありがとうございます。